方チャンネル。はい、西漢方薬店の西です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。生薬のことが分かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。1分でわかる生薬解説、本日は時流になります。山や畑に生息するミミズの乾燥したものを用います。時流は古くから薬用として用いられ、真能本草経の下品には八景九陰という名で収載されています。日本ではミミズは主に民間薬として用いられ、熱冷ましに生のままや干したものを煎じて飲むという知識が日本全国に広がりました。漢方の働きとしては、熱を冷ます解熱作用、喘息や気管支炎に用いる歯石作用などがあります。代表的な処方に、脳卒中による半身不随や言語障害に用いる保養看護湯、爪の周囲の炎症である表素の特効薬として、すりつぶしてご飯粒と混ぜて患部に塗ったり、裂いた皮を指に巻くなどがあります。ぜひ覚えてみてください。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。ぜひご気軽にご相談ください。それではまた。